したっけ、アフロでございます。フェラクティ戦うアフロビートの伝説、続きを参ります。バンドメンバーを従えてアメリカに渡ったが、求められているのはジャズではなく、アフリカの伝統曲だったことにショックを受ける。困難を極めた音楽活動だった。そこで、黒人を取り巻く現状、アフリカの歴史を知ることとなる。 また同居するようになったサンドラ・スミスという女性を通じてマルコム X やブラックパンサーを知る。1970年に帰国したフェラは別人になっていた。バンド名をアフリカ70、そしてフェラアフリカ70へと変え、ブラックパワーのシンボルである握り拳で挨拶するようになった。しかし、 拳を振り上げても、フェラが作り上げた音楽、アフロビートを演奏しても、ナイトクラブ、アフロスポットの集客は厳しい状況だった。ある日、歌詞が決まっていなかった曲に、ふとひらめいた、ジェウン国、かっこ大食感が、観客に大いに受け、初ヒットとなった。彼の進む道は決まった。取り巻く現実問題をテーマとし、 アフロビートのリズムに乗せて黒人に解放をもたらすメッセージを送ること。フェラの思想、哲学は洗練され、娯楽としての音楽ではなく、パンアフリカニズムのメッセージを広めるべく、アフロスポットをアフリカシュライン、カッアフリカの聖書の意味と解明。富裕層は社会的優位が侵されるとの危機感から、 アフリカシュラインにならず者を送り込み、コンサートの妨害を始める。この対立は一年半続き、フェラが勝利したが、今度は警察が動く。コンサート後にフェラとシュラインのスタッフを警察署に呼び出した。だが、運がいいことに、フェラと交友のある警官の助けで釈放となった。1974年、カラクタと名付けられた官房に入れられ、 未成年者の誘拐、大麻と思われる草の所持の罪となったが釈放。帰宅したフェラは高さ4メートルの有刺鉄線で家を囲み、官房の名前をとって、カラクタ共和国と名付けた。土地は地区全体へと広がり、ローディーダンサー、ミュージシャンなど、あらゆる分野の人々が暮らすようになり、人口500人となった。 フェラーを黙らせるために警官隊が固く捜索へやってきた。事前に知っていたフェラーは大麻を一切置かない対策をした。しかし、警官隊が持ち込んだ大麻を証拠だと見せてきた。フェラーは、なんと、口の中に放り込み、テーブルにあったウイスキーで流し込んだ。あぜんとした警官を横目にベッドの上に身を投け出し、さあ、俺を連れて行け、と叫ぶ。 感毛に入れられ、排便を命令するも拒否するため、拷問が続けられた。だが、囚人たちが警官隊が寝ている間にフェラをトイレに連れて行ってくれた。おかげで最終的に排便を了承し、法廷に立ったが、大麻は検出されなかったことで釈放。この体験から作曲した、高価だクソがヒットする。エクスペンシブシット1974年、ンボ。 拳銃、催涙ガスなどで武装した警察がカラクタ共和国にやってきて住民たちを襲い、フェラは腕を骨折するなどして病院送りとなる。この事件を描写したカラクタ賞をリリースし、当局の危険性を明らかにした。1975年、クーデターによってムルタラ・マハト・ムハマド将軍が新たな国家元首となり、 汚職撲滅に力を注いだ。ある日、私服姿の将軍が郵便局で切手を買うために五内裏札を出した。小銭を持ってくるように言われた将軍は窓口の職員を全員首にした。この一件から作曲したのがパワーショー。補足。1976年、洗礼名であるランソムから伝統的な名であるアニクラポに改名した。これは 死をコントロールするという意味。